生き意味マインズ。こんにちは。生き意味マインズをご覧いただきありがとうございます。また、登録や高評価をいただきありがとうございます。高評価、コメントはとても励みになります。まだ登録していない方は、このビデオがいいなと思ったら、ぜひとも登録お願いします。さて、今回の作品は、1917年、大正6年、有島武郎作、小さき物絵です。この作品は、作者有島武郎が妻を結核で亡くしたことにより、母を失った3人の子供のために、自ら子供たちの将来に向けて書き残した手記作品と言われています。有島は作品中に子供たちにたくさんの言葉を残しており、亡くなる母上の死についての頑固たる決意や、薬や食べ物は与えることができる境遇であったがために、すべてが悲惨ではなかったこと。そして、遠慮なく私を踏み台にして、乗り越えて進んでほしい。という思いも語っており、いかに子供たちは愛されていたか、親の愛とは計り知れなく深いものであることを示した作品です。中華民国の作家魯迅は、1919年に雑誌に、とてもいい言葉がたくさんあると「小さき物絵」を高く評価し、中国語へ初めて翻訳し中華民国で出版し、東アジア国でも広く読まれている作品です。さてさて、前置きはこのくらいにして、早速お楽しみください。お前たちが大きくなって一人前の人間に育ち上がった時、その時までお前たちのパパは生きているかいないか、それはわからないことだが、父の書き残したものを繰り広げてみる機会があるだろうと思う。その時、この小さな書き物もお前たちの目の前に現れ出るだろう。時はどんどん移っていく。お前たちの父なる私がその時お前たちにどう映るか、それは想像もできないことだ。おそらく私が今ここで過ぎ去ろうとする時代を笑い哀れんでいるように、お前たちも私の古臭い心持ちを笑い哀れむのかもしれない。私はお前たちのためにそうあらんことを祈っている。お前たちは遠慮なく私を踏み台にして、高い遠いところに私を乗り越えて進まなければ間違っているのだ。そうしながらお前たちをどんなに深く愛した者がこの世にいるか、あるいはいたかという事実は、永久にお前たちに必要なものだと私は思うのだ。お前たちがこの書き物を読んで、私の思想の未熟で頑固なのを笑う間にも、私たちの愛はお前たちを温め、慰め、励まし、人生の可能性をお前たちの心に味覚させずに置かないと私は思っている。だからこの書き物を私はお前たちに宛てて書く。お前たちは去年一人の、たった一人のママを永久に失ってしまった。お前たちは生まれると間もなく、生命に一番大事な養分を奪われてしまったのだ。お前たちの人生はそこですでに暗い。この間、ある雑誌社が私の母という小さな感想を書けと言ってきたとき、私は何の気もなく、自分の幸福は母が初めから一人で今も生きていることだと書いてのけた。そして私の万年筆がそれを書き終えるか終えないに、私はすぐお前たちのことを思った。私の心は悪事でも働いたように痛かった。しかも事実は事実だ。私はその点で幸福だった。お前たちは不幸だ。回復の道なく不幸だ。不幸な者たちよ、明け方の3時から緩い陣痛が起こり出して、不安がうち中に広がったのは今から思うと7年前のことだ。
それは吹雪も吹雪。北海道ですら、めったにはないひどい吹雪の日だった。市街を離れた川沿いの一つ屋は消し飛ぶほど揺れ動いて、窓ガラスに吹きつけられた粉雪は、さらぬだに綿雲に閉じられた日の光を二重に遮って、夜の暗さがいつまでも部屋からどかなかった。電灯の消えた薄暗い中で、白いものに包まれたお前たちの母上は、夢心地にうめき苦しんだ。私は一人の学生と一人の女中とに手伝われながら、火を起こしたり、湯を沸かしたり、使いを走らせたりした。産婆が雪で真っ白になって転げ込んできたときは、家中の者が思わずほっと息をついて安堵したが、昼になっても昼過ぎになっても出産の模様が見えないで、産婆や看護婦の顔に、私だけに見える気遣いの色が見え出すと、私は全く慌ててしまっていた。書斎に閉じこもって結果を待っていられなくなった。私は産室に降りていって、産婦の両手をしっかり握る役目をした。陣痛が起こる度ごとに産婆は叱るように産婦を励まして、一分も早く産を終わらせようとした。しかししばらくの苦痛の後に、産婦はすぐまた深い眠りに落ちてしまった。いびきさえかいてやすやすと何事も忘れたように見えた。産婆も、後から駆けつけてくれた医者も、顔を見合わせて吐息をつくばかりだった。医師は昏睡が来るたびに何か非常の手段を用いようかと案じているらしかった。昼過ぎになると、湖外の吹雪はだんだん静まっていって、濃い雪雲から漏れる薄日の光が、窓にたまった雪に来てそっと戯れるまでになった。しかし、産室の中の人々にはますます重い不安の雲が覆いかぶさった。医師は医師で、産婆は産婆で、私は私で、めいめいの不安にとらわれてしまった。その中で何らの危害をも感ぜぬらしく見えるのは、一番恐ろしい運命の淵に臨んでいる産婦と胎児だけだった。二つの生命はこんこんとして死の方へ眠っていった。ちょうど三時と思わしい時に、産気がついてから十二時間目に、夕を催す光の中で、最後と思わしい激しい陣痛が起こった。肉の目で恐ろしい夢でも見るように、産婦はカッと、まぶたを開いて、あてどもなく一所を睨みながら、苦しげというより、恐ろしげに顔を歪めた。そして私の状態を自分の胸の上に託し込んで、背中を羽交いに抱きすくめた。もし私が産婦と同じ程度に生きんでいなかったら、産婦の腕は私の胸を押しつぶすだろうと思うほどだった。そこにいる人々の心は思わず総立ちになった。医師と産婆は場所を忘れたように大きな声で産婦を励ました。ふと産婦の握力が緩んだのを感じて、私は顔を上げてみた。産婆の膝元には血の気のない栄治が仰向けに横たえられていた。産婆はまりでもつくようにその胸を激しく叩きながら、ぶどう酒ぶどう酒と言っていた。看護婦がそれを持ってきた。産婆は顔と言葉とでその酒をたらいの中に開けろと命じた。激しい興奮と同時にたらいの湯は血のような色に変わった。栄治はその中に浸された。しばらくしてかすかな産声が息もつけない緊張の沈黙を破って細く響いた。大きな天と地との間に、一人の母と一人のことがその刹那に突如として現れ出たのだ。
その時新たな母は私を見て弱々しく微笑んだ。私はそれを見ると何ということなしに涙が目頭ににじみ出てきた。それを私はお前たちに何と言って言い表すべきかを知らない。私の生命全体が涙を私の目から絞り出したとでも言えばいいのか知らん。その時から生活の所相がすべて目の前で変わってしまった。お前たちのうち最初にこの世の光を見た者はこのようにして世の光を見た。二番目も三番目も生まれように難易の差こそあれ、父と母とに与えた不思議な印象に変わりはない。こうして若い夫婦は次々にお前たち三人の親となった。私はその頃心の中にいろいろな問題を有り余るほど持っていた。そして始終悪せくしながら何一つ自分を満足に近づけるような仕事をしていなかった。何事も一人で噛みしめてみる私の性質として、上辺には十人並みな生活を生活していながら、私の心はややともすると突き上げてくる不安にイライラさせられた。ある時は結婚を悔いた。ある時はお前たちの誕生を憎んだ。なぜ自分の生活の旗色をもっと鮮明にしない中に結婚謎をしたか。妻のあるために後ろに引きずっていかれねばならぬ重みのいくつかをなぜ好んで腰につけたのか。なぜ二人の肉欲の結果を天からの賜物のように思わねばならぬのか。家庭の建立に費やす労力と精力とを自分は他に用いるべきではなかったのか。私は自分の心の乱れからお前たちの母上をしばしば泣かせたり寂しがらせたりした。またお前たちを模擬道に取り扱った。お前たちが少し執念く泣いたり歪んだりする声を聞くと私は何か残虐なことをしないではいられなかった。原稿紙にでも向かっていた時にお前たちの母上が小さな家事上の相談を持ってきたり、お前たちが泣き騒いだりしたりすると私は思わず机を叩いて立ち上がったりした。そして後ではたまらない寂しさに襲われるのを知り抜いていながら激しい言葉を使ったり厳しい折檻をお前たちに加えたりした。しかし運命が私のわがままと無理解答を罰する時が来た。どうしてもお前たちを子守に任せておけないで毎晩お前たち三人を自分の枕元や左右に伏せらして夜通し一人を寝かしつけたり、一人に牛乳を温めてあてがったり、一人に醤油をさせたりして、ろくろく熟睡する暇もなく愛の限りを尽くしたお前たちの母上が41度という恐ろしい熱を出してどっと床についた時の驚きもさることではあるが、診察に来てくれた二人の医師が口を揃えて結核の兆候があると言った時には私はただわけもなく青くなってしまった。検討の結果は医師たちの鑑定を裏書きしてしまった。そして四つと三つと二つとになるお前たちを残して10月末の寂しい秋の日に母上は入院せねばならぬ体となってしまった。私は日中の仕事を終わると飛んで家に帰った。そしてお前たちの一人か二人を連れて病院に急いだ。私がその町に住まい始めた頃、働いていた国名な門徒のばあさんが病室の世話をしていた。そのばあさんはお前たちの姿を見ると隠し隠し涙を拭いた。お前たちは母上を寝台の上に見つけると飛んで行ってかじりつこうとした。結核症であるのをまだ明かされていないお前たちの母上は、宝を抱きかかえるようにお前たちをその胸に集めようとした。私はいい加減にあしらって、お前たちを寝台に近づけないようにしなければならなかった。忠義をしようとしながら、周囲の人から極端な誤解を受けて、
それを弁解してならない事情に置かれた人の味わいそうな心持ちを幾度も味わった。それでも私はもう怒る勇気はなかった。引き離すようにしてお前たちを母上から遠ざけて帰路に着くときには、大抵街灯の光が淡く道路を照らしていた。玄関を入ると雇い人だけが留守していた。彼らは2、3人もいるくせに、残しておいた赤ん坊のおしめを変えようともしなかった。気持ち悪げに泣き叫ぶ赤ん坊の股の下は、よくぐしょ濡れになっていた。お前たちは不思議に、他人に懐かない子供たちだった。ようようお前たちを寝かしつけてから私はそっと書斎に入って調べ物をした。体は疲れて頭は興奮していた。仕事を済まして寝つこうとする11時前後になると、神経の過敏になったお前たちは夢などを見て怯えながら目を覚ますのだった。明け方になるとお前たちの一人は父を求めて泣き出した。それに起こされると私の目はもう朝まで閉じなかった。朝飯を食うと私は赤い目をしながら、硬い芯のようなもののできた頭を抱えて仕事をするところに出かけた。北国には冬がみるみる迫ってきた。ある時病院を訪れると、お前たちの母上は寝台の上に置き帰って窓の外を眺めていたが、私の顔を見ると早く退院がしたいと言い出した。窓の外の楓があんなになったのを見ると心細いというのだ。なるほど。入院したてには燃えるように枝を飾っていたその葉が一枚も残らず散り尽くして、花壇の菊も霜に痛められて、しおれる時でもないのにしおれていた。私はこの寂しさを毎日見せておくだけでもいけないと思った。しかし母上の本当の心持ちはそんなところにはなくって、お前たちから一刻も離れてはいられなくなっていたのだ。今日はいよいよ退院するという日は、あられの降る寒い風のビュービューと吹く悪い日だったから、私は思い止まらせようとして仕事を済ますとすぐ病院に行ってみた。しかし病室は空っぽで、例のばあさんがもらったものやら座布団やら茶器やらを部屋の隅でごそごそと始末していた。急いで家に帰ってみると、お前たちはもう母上の周りに集まって嬉しそうに騒いでいた。私はそれを見ると涙がこぼれた。知らない間に私たちは離れられないものになってしまっていたのだ。5人の親子はどんどん押し寄せてくる寒さの前に、小さく固まって身を守ろうとする雑草の株のように互いに寄り添って温かみを分かち合おうとしていたのだ。しかし北国の寒さは私たち5人の温かみでは間に合わないほど寒かった。私は一人の病人と頑ぜないお前たちとをいたわりながら、旅館のように南を指して逃れなければならなくなった。それは初雪のどんどん降りしきる夜のことだった。お前たち三人を産んで育ててくれた土地を後にして旅に登ったのは、忘れることのできないいくつかの顔は、暗い停車場のプラットフォームから私たちに名残を惜しんだ。陰鬱な津軽海峡の海の色も後ろになった。東京までついてきてくれた一人の学生は、お前たちの中の一番小さいものを母のように昼夜抱き通していてくれた。そんなことを書けば限りがない。ともかく私たちは幸いに怪我もなく、2日の物言い旅の後に晩秋の東京に着いた。今までいたところと違って、東京にはたくさんの親類や兄弟がいて、私たちのために深い同情を寄せてくれた。それは私にどれほどの力だったろう。
お前たちの母上はほどなく、京海岸にささやかな貸別荘を借りて住むことになり、私たちは近所の旅館に宿を取って、そこから見舞いに通った。一時は病勢が非常に衰えたように見えた。お前たちと母上と私とは海岸の砂丘に行って日向ぼっこをして楽しく 2,3 時間を過ごすまでになった。どういうつもりで運命がそんな証拠を私たちに与えたのか、それはわからない。しかし彼はどんなことがあってもしとぐべきことをしとげずにはおかなかった。その年が暮れに迫った頃、お前たちの母上は仮初めの風からぐんぐん悪い方へ向いていった。そしてお前たちの中の一人も突然原因のわからない高熱に侵された。その病気のことを私は母上に知らせるのに忍びなかった。病児は病児で、私をしばらくも手放そうとはしなかった。お前たちの母上からは私の無沙汰を責めてきた。私はついに倒れた。病児と枕を並べて今まで経験したことのない高熱のためにうめき苦しまねばならなかった。私の仕事は私から千里も遠くに離れてしまった。それでも私はもう私を悔やもうとはしなかった。お前たちのために最後まで戦おうとする熱意が病熱よりも高く私の胸の中で燃えているのみだった。正月早々、悲劇の絶頂が到来した。お前たちの母上は自分の病気の真相を明かされねばならぬ羽目になった。その難しい役目を務めてくれた医師が帰って後のお前たちの母上の顔を見た私の記憶は、一生涯私を駆り立てるだろう。真っ青なすがすがしい顔をして枕についたまま、母上には冷たい覚悟を微笑に言わして、静かに私を見た。そこには死に対するレジグネーションとともに、お前たちに対する根強い執着がまざまざと刻まれていた。それはものすごくさえあった。私は凄惨な感じに打たれて、思わず目を伏せてしまった。いよいよ H 海岸の病院に入院する日が来た。お前たちの母上は、全快しない限りは死ぬとも、お前たちに合わない覚悟の保存を固めていた。二度とは着ないと思われる。そして実際着なかった。晴れ着を、来て座を立った母上は内外の母親の目の前でさめざめと泣き崩れた。女ながらに気性の優れて強いお前たちの母上は、私と二人だけいる場合でも泣き顔などは見せたことがないと言ってもいいくらいだったのに、その時の涙は拭く後から流れ落ちた。その熱い涙はお前たちだけの尊い所有物だ。それは今は乾いてしまった。大空を渡る雲の一片となっているか、谷川の水の一滴となっているか、太陽の泡の一つとなっているか、または思いがけない人の類道に蓄えられているか、それは知らない。しかしその熱い涙はともかくもお前たちだけの尊い所有物なのだ。自動車のいるところに来ると、お前たちの中熱病の予後にある一人は、足の立たないために下女に背負われて、一人はよちよちと歩いて、一番末の子は母上を苦しめすぎるだろうという祖父母たちの心遣いから連れてこられなかった。母上を見送りに出てきていた。お前たちの眼ぜない驚きの目は、大きな自動車にばかり向けられていた。お前たちの母上は寂しくそれを見合っていた。自動車が動き出すと、お前たちは女中に勧められて、兵隊のように挙手の礼をした。
母上は笑って軽く頭を下げていた。お前たちは、母上がその瞬間から永久にお前たちを離れてしまうとは思わなかったろう、不幸な者たちよ。それからお前たちの母上が最後の息を引き取るまでの1年と7ヶ月の間、私たちの間には激しい戦が戦われた。母上は死に対して最上の態度を取るために、お前たちに最大の愛を残すために、私を加減なしに理解するために、私は母上を病魔から救うために自分に迫る運命を男らしく肩に担い上げるために、お前たちは不思議な運命から自分を解放するために、身にふさわない境遇の中に自分をはめ込むために戦った。島ぶれになって戦ったと言っている。私も母上もお前たちも幾度弾丸を受け、刀傷を受け、倒れ起き上がり、また倒れたろう。お前たちが6つと5つと4つになった年の8月の2日に死が殺到した。死がすべてを圧倒した。そして死がすべてを救った。お前たちの母上の遺言書の中で一番崇高な部分は、お前たちに与えられた一節だった。もしこの書き物を読む時があったら、同時に母上の遺書も読んでみるがいい。母上は血の涙を泣きながら、死んでもお前たちに会わない決心を翻さなかった。それは病菌をお前たちに伝えるのを恐れたばかりではない。またお前たちを見ることによって自分の心の破れるのを恐れたばかりではない。お前たちの清い心に残酷な死の姿を見せて、お前たちの一生を嫌が上に暗くすることを恐れ、お前たちの伸び伸びていかなければならぬ霊魂に少しでも大きな傷を残すことを恐れたのだ。幼児に死を知らせることは無益であるばかりでなく有害だ。葬式の時は女中をお前たちにつけて楽しく一日を過ごさせてもらいたい。そうお前たちの母上は書いている。こう思う、親の心は日の光。世より世を照る、大きさに似て。とも詠じている。母上が亡くなった時、お前たちはちょうど信州の山の上にいた。もしお前たちの母上の臨終に合わせなかったら一生恨みに思うだろう。とさえ書いてよこしてくれたお前たちの叔父上に、強いて頼んで、お前たちを山から帰らせなかった私を、お前たちが残酷だと思う時があるかもしれない。今11時半だ。この書き物を奏している部屋の隣にお前たちは枕を並べて寝ているのだ。お前たちはまだ小さい。お前たちが私の年になったら私のしたことを、すなわち母上のさせようとしたことを価値高く見る時が来るだろう。私はこの間にどんな道を通ってきたろう。お前たちの母上の死によって私は自分の生きていくべき大道にさまよい出た。私は自分を愛護してその道を踏み迷わずに通っていけばいいのを知るようになった。私はかつて一つの創作の中に妻を犠牲にする決心をした一人の男のことを書いた。事実においてお前たちの母上は私のために犠牲になってくれた。私のように持ち合わせた力の使いようを知らなかった人間はない。私の周囲の者は私を一個の昇進な、ロドンな、仕事のできない哀れむべき男と見るほかを知らなかった。私の昇進とロドンと無能力とを徹底させて見ようとしてくれる者はなかった。それをお前たちの母上は、成就してくれた。私は自分の弱さに力を感じ始めた。
私は仕事のできないところに仕事を見出した。大胆になれないところに大胆を見出した。鋭敏でないところに鋭敏を見出した。言葉を変えて言えば、私は鋭敏に自分の路頓を見貫き、大胆に自分の昇進を認め、労役して自分の無能力を体験した。私はこの力を持って己を鞭打ち、他を生きることができるように思う。お前たちが私の過去を眺めてみるようなことがあったら、私も無駄には生きなかったのを知って喜んでくれるだろう。雨などが降り暮らして憂鬱な気分が家の中にみなぎる日などに、どうかするとお前たちの一人が黙って私の書斎に入ってくる。そして一言、パパと言ったぎりで、私の膝に寄りかかったまま、しくしくと泣き出してしまう。ああ、何がお前たちの眼ぜない目に涙を要求するのだ。不幸な者たちよ、お前たちが言われもない悲しみに崩れるのを見るにまして、この世を寂しく思わせるものはない。またお前たちが、元気よく私に朝の挨拶をしてから、母上の写真の前にかけていって、ママちゃんごきげんよう、と快活に叫ぶ瞬間ほど、私の心の底までぐざとえぐり通す瞬間はない。私はその時、ひょっとして向こうの世界を眼前に見る。世の中の人は私の十戒をバカバカしいと思うに違いない。なぜなら妻の死とはそこにもここにも飽き果てるほど、おびただしくある事柄の一つに過ぎないからだ。そんなことを重大視するほど世の中の人は閑散でない。それは確かにそうだ。しかしそれにもかかわらず、私と言わず、お前たちも行く行くは母上の死を何者にも変えがたく、悲しく、口惜しいものに思う時が来るのだ。世の中の人が無頓着だと言ってそれを恥じてはならない。それは恥ずべきことじゃない。私たちはそのありがちの事柄の中からも、人生の寂しさに深くぶつかってみることができる。小さなことが小さなことでない、大きなことが大きなことでない。それは心一つだ。何しろお前たちは見るに痛ましい人生の芽生えだ。泣くにつけ、笑うにつけ、面白がるにつけ、寂しがるにつけ、お前たちを見守る父の心は痛ましく傷つく。しかしこの悲しみがお前たちと私とにどれほどの強みであるかを、お前たちはまだ知るまい。私たちはこの損失のおかげで生活に一段と深入りしたのだ。私どもの根はいくらかでも大地に伸びたのだ。人生を生きる以上、人生に深入りしないものは災いである。同時に私たちは自分の悲しみにばかり浸っていてはならない。お前たちの母上は亡くなるまで金銭の煩いからは自由だった。飲みたい薬は何でも飲むことができた。食いたい食物は何でも食うことができた。私たちは偶然な社会組織の結果から、こんな特権ならざる特権を享楽した。お前たちのあるものはかすかながら、有志一家の模様を覚えているだろう。死んだ細君から結核を伝えられた有志が、あの理知的な正常を持ちながら、天理教を信じて、そのご祈祷で病気を癒そうとしたその心持ちを考えると、私はたまらなくなる。薬が効くものか祈祷が効くものかそれは知らない。しかし有志は医者の薬が飲みたかったのだ。しかしそれができなかったのだ。有志は毎日下血しながら役所に通った。ハンケチを巻き通した喉からはしわがれた声しか出なかった。働けば病気がおもることは知れきっていた。それを知りながら有志はご祈祷を頼みにして、
老母と二人の子供との生活を続けるために勇ましくあくまで働いた。そして病気が思ってからなけなしの金を出してしてもらった小賀駅の注射は田舎の医師の不注意から静脈を外れて激烈な熱を引き起こした。そして有志は虫さんの老母と幼児とを後に残してそのために倒れてしまった。その人たちは私たちの隣に住んでいたのだ。なんという運命の皮肉だ。お前たちは母上の死を思い出すとともに有志を思い出すことを忘れてはならない。そしてこの恐ろしい溝を埋める工夫をしなければならない。お前たちの母上の死はお前たちの愛をそこまで広げさすに十分だと思うから私は言うのだ。十分人生は寂しい。私たちはただそう言って済ましていることができるだろうか。お前たちと私とは死を味わった獣のように愛を味わった。行こう。そしてできるだけ私たちの周囲を寂しさから救うために働こう。私はお前たちを愛した。そして永遠に愛する。それはお前たちから親としての報酬を受けるために言うのではない。お前たちを愛することを教えてくれたお前たちに私の要求するものはただ私の感謝を受け取ってもらいたいということだけだ。お前たちが一人前に育ち上がった時私は死んでいるかもしれない。一生懸命に働いているかもしれない。老衰して物の役に立たないようになっているかもしれない。しかしいずれの場合にしろお前たちの助けなければならないものは私ではない。お前たちの若々しい力はすでに下り坂に向かおうとする私などに煩わされていてはならない。倒れた親を食い尽くして力を蓄える獅子の子のように力強く勇ましく私を振り捨てて人生に乗り出していくがいい。今時計は夜中を過ぎて1時15分を指している。しんと静まった夜の沈黙の中にお前たちの平和な寝息だけかすかにこの部屋に聞こえてくる。私の目の前にはお前たちのおばが母上にとて贈られたバラの花が写真の前に置かれている。それにつけて思い出すのは私があの写真を撮ってやった時だ。その時お前たちの中に一番年たけたものが母上の腹に宿っていた。母上は自分でもわからない不思議な望みと恐れとで始終心を悩ましていた。その頃の母上はことに美しかった。ギリシャの母の真似だと言って部屋の中にいい肖像を飾っていた。その中にはミネルバの像やゲーテやクロムウェルやナイティンゲール女子やの肖像があった。その少女じみた野心をその時の私は軽い皮肉の心で見ていたが今から思うとただ笑い捨ててしまうことはどうしてもできない。私がお前たちの母上の写真を撮ってやろうと言ったら思う存分化粧をして一番の晴れ着を着て私の2階の書斎に入ってきた。私はむしろ驚いてその姿を眺めた。母上は寂しく笑って私に言った。サンは女の出陣だ。いい子を産むか死ぬかそのどっちかだ。だから死に際の装いをしたのだ。その時も私は心なく笑ってしまった。しかし今はそれも笑ってはいられない。深夜の沈黙は私を厳粛にする。私の前には机を隔ててお前たちの母上が座っているようにさえ思う。その母上の愛は遺書にあるようにお前たちを守らずにはいないだろう。よく眠れ。不可思議な時というものの作用にお前たちを打ち負かしてよく眠れ。そうして明日は昨日よりも大きく賢くなって寝床の中から踊り出してこい。
私は私の役目を成し遂げることに全力を尽くすだろう。私の一生がいかに失敗であろうとも、また私がいかなる誘惑に打ち負けようとも、お前たちは私の足跡に不純な何者をも見出し得ないだけのことはする。きっとする。お前たちは私の倒れたところから新しく歩み出さねばならないのだ。しかしどちらの方向にどう歩まねばならぬかは、かすかながらにもお前たちは私の足跡から探し出すことができるだろう。小さき者よ、不幸な、そして同時に幸福なお前たちの父と母との祝福を胸に締めて、人の世の旅に登れ。善とは遠い、そして暗い。しかし恐れてはならぬ。恐れない者の前に道は開ける。行け、勇んで、小さき者よ。